神戸ハーバーランド神戸情報文化ビル神戸情報文化ビルは兵庫県神戸市中央区神戸ハーバーランドにある複合商業ビル。神戸新聞社とラジオ関西が合同で運営している地上18階地下1階の高層ビルである。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災で三宮駅前にあった神戸新聞会館が大きく 損壊した神戸新聞社と須磨区行行町にあった高団住宅内に入居していた社屋が全開認定で損壊し仮設の社屋とスタジオから放送していたラジオ関西の本社の移転とそして神戸ハーバーランドの中核施設として使用することを目的に建設され翌1996年8月に竣工した建設当初は神戸新聞社と 都市基盤整備公団が所有していた。神戸新聞社の本社機能や、ラジオ関西の放送スタジオなど、神戸新聞グループ各社の本社機能が入居している。仮想会と最上階には、レストランや専門店が入居している。商業施設部分は、開業時は、エコールマリンとして営業してきたが、都市再生機構から、神戸新聞社に所有権が移ったことに伴い、 2008年4月26日に一部テナントの入れ替えを含む改装を行って、カルメニという愛称へ変更して、真相回転した。神戸新聞ギャラリーや、ハーバーランド文化村、神戸新聞、松方ホールなど、神戸新聞グループの文化施設も多数入居している。すべての店舗の一覧は、公式サイトを参照のこと。 2018年7月から YouTube 上で司会者に、東雄介を起用した、PR 番組、ゴールデンハーバーナイト FRM カルメニを配信している。ありがとうございます。